はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ今回はアテナプロプレッションティエガー、よくわかんない英語弱小日記です。さあこちらやっていきましょう。なんかね、俺のやつこれモザイクかかっちゃってるんですけど、昨日ね配信の時に、暗めに聞いたらここ普通に映ってるようなって、俺のやつはモザイクがかかっております。まあモザイクなんですよ。でですね、まあ、どれがバレるねいいかっていうことで、まあちょっとねここら辺はやっていかないとわからないというところなんで、まあやってって、全部はちょっとやれないけど、まあ一つなんか何個かピックアップしてそれでやっていこうかなと思います。でとりあえず今回は、このプレミアムバレルやろうかなと思います。個人的にはおそらくですけど、まあ選別ならこの動線強化バレル、まあライフリング強化バレルですね、こちらがいいのかなというふうに思います。では選別はね何回でも敵倒せるので、まあこれ3キルなんて多分皆さんできると思うので、こちらだったら攻撃力最大48まで上がるのかな。まあその代わりね射力が下がってしまいます。 0.5 って結構でかいですね。でこちらの方は射程が伸びますよ、まああんまり見らないかなとこちらは思います。射程がアホみたいに78なんで、マックス81まだ伸びますけども、正直そんなに必要性がないかなというふうに思います。攻撃力も下がっちゃうし、ねよマイナスにされるので。で、バーストバレルですね。プレミアムバーストバレル。プレイヤー1キルあたりにつき 0.2、最大 0.6 伸びますよ、ということで、13は超えないんですね。で、射程が 69.3 と、まあ、またこれは微妙なところ。まあ、これはこれでありっちゃありです。70ないけど、69.3 あれば、まあ、絶妙に戦えると思うので、まあ、ありっちゃありかなと思いますが、連射力も少しね、そこまで上がるものじゃないので、これがね、1上がるんだったら強かったかなと思います。連射力プラス、0.5 でいいんですけど、その1キルに1キルで、これ3キルまででしょ？だから 0.4 ずつ上がってったら強かったかなというふうに思います。で、まあそのプレイヤー、常に恩恵が受けられるのがこれかなと。他のやつは絶対プレイヤー1キルあたりに対してなんですけど、これだけはその元々、攻撃軍に下がっちゃうんですけど、当てた分全部効果が発揮できるので、まあ、これが一番いいのかなというふうに思います。というわけで話が長くなっちゃいましたが、これやっていきます。さあ途中参戦ですが、こちらでやっていきます。おお、もうだいぶ攻め込まれておられる、おられる。さあ2倍ブレなので、おお、避けなきゃ、なるべく遠距離で当てていきたい。ジャンプ打ちの精度はこれ良さそうですね。削れてる敵かなと思ったんですが、だいぶ今の削り方えぐいですね。さあここにいるだけでキルが取れるんじゃないでしょうか。右クリ多分ね使わなくていい系なので、あ、使いません、全然使いません。これは削ったね。でも半分ぐらい持ってってる、素晴らしい。一発で結構持ってかれたな。ここでちょっと打ち合いたいな。あー、見る、殴った、がっくんしたね今、びっくり、時が止まった。なんだかんだ、ほらやっぱジャンプ値結構当たってるわ、想像以上に当たってる。頭入れたな。あー、落とせそう、落とせそうだったね今ね。8割ほど持ってきました、2人。やっぱ火力がいいっすな。ジャンプ打ちで、あ、やっちた、やれるのマジで。マジで今ね武器チェンジ勝手にしちゃったんですよ今。それでまさかあの展開になると思わなかった。あ、終わったわと思ったら普通にね、まさかのやれる展開で、ダメージもしっかり取っておられます。13スコアに対して13ダメージ、素晴らしいんじゃないですか。
ジャンプ打ちが強いっていうのがね、あ、またこれすごいだなと思うんですよ。やっぱり敵当たってないっすね。ブレてると思う、これ。あー、ちょっとジャンプ打ちもうちょっと見せたいけど終わりそうだから。あー、終わっちゃったか。見せたかったな。はい、それではやっていきましょう。あ、フレンドがいるので挨拶からスタート。あ、 C4 ありがとうございます。いつも助かっておられます。なんか身長ちっちゃくね。ちょっと待って、なんか俺身長ちっちゃいぞ。ん、そう見えてるだけ。いや、絶対ちっちゃい気がする。いや、そう見えてるだけか。あ、そう見えてるだけっぽいな。あ、なんか違う気がするけど、なんかすごい信じられない自分が。味方が撃たれたわ。信じられないとは何ぞやってなるけど。回復させてあげたいけどできないというね。危ない、削ってくれててありがとう。危ない危ない。さあ、センターにスナイパー系がいなくなったのでやりやすいんじゃないか。危ない、そこのグレネード危ねえよ。勢いで行ってたら死にかける。出てくるんじゃないか。いやー、無理かー。しょっぱな外しちゃった。ダメージはね、見てなかったんですけど、まあ、なんかちょっと低いな。なんかちょっと低いね。スーパーマシャルの方が圧倒的に、まあダメージ高いから、スーパーマシャルの方が。やっぱ攻撃力43ってのが効いてるのかなと思われます。それさえなければいいんだけど、5発落としだしね、これね。火力ちょっと足んないな。もうちょっとあってもいいんじゃないでしょうか。さあ、特に何もできずね、なんだっけ、先行え、何これ、ラグってる。おー、ラグりすぎ。さっきもね、だいぶラグってたんすよ。あ、やちた。なんか気づいたら死んでるみたいなシーンがね、2回ぐらいあったんですよ。その、敵がいなくてさ、センター走ってたら、なんかいきなり、死んで自分がいきなりやられて、で先端に敵がいるみたいなね、そんなやられ方しておられました。ちょっとね、ラグは勘弁してほしいですね。あー、気まずいかなーこの位置。ありがとう。手榴弾投擲。センターナイスっすね。リロード。手榴弾投擲。あー、落っこっちゃった。手榴弾投擲。なー、落っこっちゃった。手榴弾投擲。了解。あー、頑張ってる。すごいすごい頑張ってる。センター C4 発見。ボンクラか。まさかの C4 がそちらで発見。ちょっと行っちゃおうかな。もう30秒しかないからほぼ1無理でしょこの流れ。さあ、ラスト、ありがとうございます。さあ、素晴らしい。やってない、何にもしてない。ありがとう。ちょっとね、グレネードできるか分かんないけど、ちょっとやってみるか。ここだった気がすんだよな。手榴弾投擲。
ぴょーん。本当に敵来そう。大丈夫か。こちら二段構えなり。いや落ちないの本当に低火力って感じがするね。このマイナス2されただけで。マガジンチェンジ。え？二中入ったとここれ。頭入れたぞ。94.3。だから貫通じゃなかった今までやってるね。さあなんとか決め切りたい。44にされたらなんか負ける気がするんで、なんとか決め切りたいですね。これさ高さをつけたい。見えなーい。さあなんとかね削ってくれたのもあってやることができたけど、どこ行った？あーそこかー、わからんかったー。うまい。まあうまくいけば4発で落とせるよと近いとこだったら。やっぱりでも火力の差がね感じるわすごく。これ合成水メイトでしょうけど、腕ダメ負けちゃってるとこあるもんねこれね。こっちのアテナだと腕ダメ38入ってる。なんで？あーそれボタンないからか。これは一発目これで17ってのもね納得いかないですよね。こっちの足ダメと一緒なんだけど。やっぱだから火力43に下げちゃダメなのかな。なんかあったらいいのかな他に。お堂ダメもねやっぱ弱いですね。31 31。火力にちょっと難がありなので、次回やるときちょっとライフリングにしてみよっか。連射力は一旦捨ててそれで考えたいね。はい、というわけでね、なんかちょっとこれね、ライフリングだとよろしくな、あ、ライフリングじゃなくてプレミアムバレルだと、ちょっと思ったほど、なんか、なんだ、こいつの良さ生かしきれてないなっていう風に感じます。まあ、ブレーンで効果つけるんだったら、正直 XM8 のサイファイ、俺の持ってるこれでいいもんね。こいつでいいんで、なんかこれじゃないのがいいのかな、もしかしたら。ちょっと、思った以上だった。思った以上に、あれ落ちねえぞっていう風に思っちゃった。次回ちょっとこちらの強化バレル、あとはこのバーストバレルですね、こちらの3種類はやっていきたいので、楽しみにしててください。というわけで次回はこちらライフリングの方をやっていきたいと思います。じゃあここ今回ここまでになります。お疲れ様です。